りました。ライオンラジオ第10回放送、今日はですね、まず最初にライオンちゃんの自己紹介です。名前はリオン、どうぞ。ライオンラジオメインプロデューサーリオン、よろしく。はい、よろしくお願いします。次は親父。ライオンラジオのゲスト親父です、よろしく。ありがとう。そしてメタボリックルナ。メタボリックって、私は可愛いルーナちゃん。はい、ありがとうございます。ではこの3人と DJ アキラの友達とヨガミチコです、の、5人でお送りしたいと思います。まず最初に、VTR を見てもらいたいんですけど、今日はサイゼリアに行ってきました。はい、ではそのサイゼリアの様子もどうぞ。はい、サイゼリアに来ています。こちらが冷製パスタ、大好きなエスカルゴのオーブン焼き、これはカルボナーラ。はい、カルボナーラです。みちこちゃんが食べます。お味の感想は、でまだ早いか。美味しそう。どう？あっさりで美味しいです。あっさりしてる。はい、では冷製パスタを食べたいと思います。はい、夏らしいよね、冷製ってね。そう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 、久しぶりにこういう冷たいパスタを食べて、いただきます。はい、先生、美味しいですね。じゃあこちらもいただいてください。すごく暑いんで、夫婦してくださいね。一口いっぱい。はい、美味しいですか。はい、オリーブオイルの香りとバナナの香りがすごい浅くて美味しいです。はい、いい。じゃでは食べていきたいと思います。サイゼリアはね、最高ですね。アンチョビピザ、美味しそう。こんな感じですね。ではみちこちゃんに切ってもらいます。まんべんなくつけないとね。はい、ピザを食べます。伸びる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 。結構伸びてますね、これ。美味しそうなピザです。お味の感想は。美味しい。ピザを一言で表すと。一言でどうぞ。アンチョビ。感想は一言で。何かに例えると。表現ができないほど美味しい。わかりました。完璧だそうです。はい、はい、スープを食べます。味はどうかな。美味しい。うん、美味しい。ちょっと早いよ、味はどうかなって。味わってる瞬間だよね。だって見た瞬間味を考えないと。なんかすごい美味しそうじゃん。美味しい。美味しいか、やっぱりね。これであれだっけ、イタリア風のゲームみたいな。これ何、これバファローのチーズ。チーズ、バファローのチーズ。間違えた、餅っていう人に。すごい、これちょっと食べるの。うん、餅すごい好きだからさ。うん、なんか美味しそう。イタリア風のやつあんまり食べてない。はい、味はどうですか。いただきます。早いし。
はい、あ、ちょっと、どうぞ、もうちょっとね、ビーンズと、このタレめちゃめちゃ合うね。うん、でしょ。うん、トマトソースなのかな、これ。うん、どう、あったかいし、おいしい。はいはいはい、次次、こう時間がない、時間がない。待って、こっちけど、どこの、これ。どっちでもいいよ。これどう？うん、はい、味はどうですか？美味しいですか？うん、ついてるよ。美味しい。美味しいです。まあいいや。はい、どうぞ。はい、サイゼリアへ行ってきてね、今サイゼリアのね動画を見てもらったんですけども、やっぱり美味しかったよね。美味しかったね。そう、冷製パスタ、あの冷たいやつ、うんうんうん、夏には最高ね。食べやすい。最高だよね。そう、うん、メジコちゃんピザ好きだよね。ピザ大好き。ジェンパスタ好き。おお。でもサイゼリアはリーズナブルで、うん、で本当にね2000円ちょっとでお腹いっぱいになっちゃうんで。そうそう。でもねサイゼって本当外れないよね。うん、コスパも最高だし、店員さんのね、うん、接客もすごく優しくて丁寧。ね。うん。じゃあ私のさ、秘密話しちゃうね。どうぞ。実はね、昔さ、1500円自分一人で食ってた。一人で。まあ結構ね、それでね、お腹すくと食べちゃうよね。でもね、もうそれだけね、美味しいよね。ね、やっぱり。うん、それだけね、うん、一人でも気軽に行けちゃうし、そう、なんかね、うん、マコナリさんが言ってたかな、YouTuber の、なんか、うん、サイゼリアは、うん、イタリアンではなくサイゼリアという新しい分野ですみたいな。あ、確かにそうだって。本格的イタリアンとは違う。だけど本格的な味で安くて、うん、サイゼリアっていうブランドがあっても、うん、食事があってもおかしくない。そうなんだよね。そう、YouTuber のマコナリさんね、結構自分は尊敬してる人ですけどね。私も尊敬してます。うん、まあいろいろね、あの、画面も見せてもらってね。はい。そう、まあ自分が好きな YouTuber だと、はい、他にはね、まあマコナリさんの他は、ニヤニヤチャンネルさんとかね、名古屋の。あとはタイ移住チャンネルの夏美香ちゃんね、うん、あの番組を結構自分が推してます。いいよね。でも見ててね、朗らかになるしね、うん、そうで、たまにヒカキンも見ますね。あ、そうなんですね、うん、すごい。まあね、皆さんそれぞれね、いろいろね特徴があるので、皆さんもぜひチェックしてみてください。私もなんかね、少年カムカムリカムリさん、うん、カムリさんじゃないっけ、なんかそのキャンプ系のやつよね。そう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 、うん、あとはなんだっけかな、いろいろ見てる。はい、まあそんな感じでね、みんなね、いろいろおすすめもあるんですけど、何なんだ。まああとは中国のね、うん、あの太った女の人がやってるダジャガオって出てくるあの料理のね、あれハマるよね。美味しそうに。そうだけどね、日本語のね字幕がまた笑えるんだよ。実際自分中国語わかるんですけど、うん、言ってることちょっと違うんだよね。やっぱり字幕言うと変わるよね。面白いよね。そう、みんなお腹でたくさん食べますか、うん、私たちこれを、うん、いっぱいで食べますとかね、うん、なんかちょっと変わった日本語の字幕になるからまた面白い。卵割るときだ。別に面白くない。ただわやわやわーって言って嬉しそうに卵をパッて割って食べるとかみんな面白いって、自分そういうね、どうでもいいところでハマっちゃうんだよね。そう、この人どうでもいいところでも本当に面白いのでも笑うからね。どう、そう、だって前のあの YouTube だと、うんうん、なんかあのパンパンパンってあのチンパンジーとクマが太鼓叩いてるやつ、電流をね、高圧電流流してみたって、みんな面白くてるけど自分ハマるんだよ、あれ。あれね、で、シャバーニーのやつは本当に面白いよね。うん、だってシャバーニーというよりもあの息子のね、清正くんのね、足バタバタ、胸叩いて。あれ面白かったね。そうね。確かにね。うん、ボンクラ息子って感じだったよね。ボンクラ息子というか、むしろね、うん、ドラ息子だね。あれね、
そう、まあ、そんな感じのね面白い動画もありますので、うん、皆さんもねティラチャンネルも面白いですけれども、うん、皆さんのねいろんな面白い YouTube をね紹介してください。次のコーナーに行きたいと思います。昨日ね、うん、そのサイゼリアで待ってる時にタクシーを呼ぼうと思って、あの呼んだんだけど、携帯がつながらない。つながんないよね。ネットワークに接続できなくなっちゃう。だからあれおかしいなと思って何かやったら、だから Wi-Fi はねダメだなと思ってもダメだった。そうだったよね。そう、別に滞納してるわけでもないのに、うん、なんだろうと思って、うん、結構焦ったよね。ね、で、あのもうやばいなと思ってそろそろお店の中行ったら、そうのもうね、うん、閉店がね夜の9時過ぎなんだけどね。うん、で、その公衆電話になるところが入り口も閉まっちゃってね。ね、それでもどうしようって言ってタクシードリバーにいてもタクシー来ないしって思ってたのがタクシーが来て、そうそうそう、それで、うん、自分たちが待ってる時に一人並んでいたおばちゃんがね、自分たちの後に来たおばちゃんが、ね、うん、なんかこっち見てたから、うん、あ、タクシーこれ呼んでますって聞いたら、うん、いや私呼ぼうと思っても電話が繋がらなくて、そうだよね、 AU のね、うん、あ、うちらも同じだって言って、うんうん、それで運転手さんに頼んでもう一台手配してもらった。あれよかったね、聞く、いや聞いて、そうだね、あのおばちゃんもねずっと待ってたよ多分。もうやばかったね。それ本格が一緒だったらね、の一緒にって思ったんだけど、向こうのね、あの、うん、西の方のうちと全く正反対な方だったから、ね、うんうん、あ、これはあかんと思って、うん、それでね運転手さんにすいません、タクシーもう一台、うん、あのお願いしますって言ったら、今呼びますんで、ね、あ、じゃあさ、みんな滞納してたって。それで焦った人いると思う。で、そんでね、今日もね、夜、うん、まあ、雨だしね。そう。それで、たまにはね、あの、お寿司でもと思って、宅配寿司ね、お願いしようと思ったの。うん、そしたら、うん、やっぱり繋がらないんだよ。復旧できない。ね、うん、そう。それで、うん、ネット予約だとね、クレジットカードでしか最初からできないんですよ。で、うちクレジットは使いたくない派なんで、うん、なんかまあ現金がいいやなと思って。そうだね。で、夫婦揃って AU だから、そう。使えないんだよ。そうそうそう。で、もしこれがね、うん、119番が必要な時とか、何かトラブルがあって110番しなきゃいけない時とかに、うん、この状態じゃどうすんのって話だよね。もう困ったよね。そうなのでね、まあ、うん、ぶっちゃけネットワークはね、うん、ネットは Wi-Fi 繋いでればこと足りるんで、うちも Wi-Fi 通してるしね、いいんだけど、せめて、うん、通話はね、できるようにしてほしいよね、うん。こういうことないようにしてほしいよね。だって、固定電話で、電話が使えなくなったってこと今じゃないよね。固定電話の場合。だよね。本当にさ、そう。こんなことあるんだったら。そう。固定電話でもさ、うん、今まで昔携帯が普及する前に固定電話だったときに、電話回線込み合うってことあったかもしれないけれど、うん、壊れたんじゃないよね。だよね。それで電波障害とかっていうのはスマホなんだから、うん、そう。何のための携帯なんだ。緊急の時に電話ができて持ち運びできる、 それが携帯なんだから、うん、携帯電話が電話番号通話ができる、これ最低条件だと思うの。そうなんだよね。そうだから au さんだけじゃないけどね、ドコモさんとかね、ソフトバンクさんも過去にあったけれど、うん、これで損害賠償の請求とかになったりするときにかえってね、うん、不利になっちゃうから、ね、あの電話さんもね、そうだよね、今後の対策としてね、うん、それだけはきちんとしていただきたいです。そう、ね、皆さんの中でもね、多分ね、出前ができない、親が呼べない、そう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 、で子供たちとかね、多分キッズ携帯か何かでね、塾の帰りとか危ないよね。そうだよね、うん、それも含めた上で au さんにはね、正義ある対応をお願いしたいと思います。寺田智則からは以上です。続いて寺田智則の目になる話、イエーイイエーイ。まだね、塾講師をしていた寺田智則のね、いろいろな経験に基づいたお話をね、皆さんにねして聞こうと思うんですけど、今日のテーマは洗濯です。あ、洗濯、そう、胸洗う洗濯じゃない、それじゃないセレクト、選ぶ方ね。で、人生って洗濯の連続だと思うんだよね、うんうん、例えば、まあ、早い話ね、中学とか受験する方は、まあ、そこから選択始まるよね、中学の選択ね。そうそうそう。で、高校の選択、大学の選択、正解の選択、うん、で、大学入試でも何でもね、入試の時正解を選ぶ選択、それから大学の選択、うん、部活の選択、うん、
はい、恋人の選択、うん、配偶者の選択、うんうんうん、車を買う時の選択、就職の選択、そうだよ、ね、マイホームの選択、人生って選択の連続だよね。本当だよね。その選択が下手くそな人は貧乏くじを引く。そうなんだ。うん、例えば学校をしくじった、やめちゃうよね。あー、わかる。部活をしくじった、やめちゃうよね。やめちゃうよね。で、恋人しくじった、別れるよね。別れる。で、配偶者をしくじった、はい、これも自己の入り口。そうなんだよね。そう、もう家庭を持ったら逃げれない。まあ逃げちゃう人もいるけれど、私は逃げる。逃げるよね。当たり前じゃん。そう、でもね、選択のね、中でね、うん、一番賢く育てるには、うん、早年にしないで、うん、冷静に選択ができる子を育てた方が絶対頭脳を発達する。あ、そうなんだ。そう、うわーってなんかね、うん、じゃあ逆にね、うん、一つの例を挙げるとね、選択に強い子になるためにどうしたらいいか、うん、絶対やっちゃいけないパターンとやっていいパターンと両方あってね、うん、幼稚園の時とかにね、子供に選択する機会を与えてくださいって話。うーん、例えばね、うん、ダメな親は、うん、時間がないから、はい、もうあんたこれにしなさい、これに決めちゃいなさい、これやっちゃうとね、うん、頭育たないし、うん、言いなりになっちゃう。嘘。例えばね、うん、はい、レストラン行きました、うん、でね、どれにしようかなって、もう早く、もう早くして、いいでしょ、あんたオレンジジュースで、オレンジジュースにしなさい、ハンバーグ定食でいいよね、すいません、ハンバーグお願いします。子供に考える機会が与えずに、親がもうこれこれこれって決めちゃう。そうすると子供は選ぶだけでね、時間ないし、聞いてもらえないし、言いなりになる。それが大きくなるとね、うん、ねえねえ、何するって子供に言うと、あ、僕どっちもいいよ、うん、さあみたいな、自分で意思決定できない子になる。それはちょっと、それが流される原因になって、言われるがままにやって、うん、詐欺にあったり、そうなんだ。そう、脳が発達してないんだからね、言われたこといいと思っちゃうんだ、うん、あ、そうなんだ。そう、人間って信じようとする気持ち強いのね、うん、だから、あ、だから情報に流されてんだ今の日本人。全部じゃないけどね、うん、意識っとできない子。例えばね、優秀な子はどうなのかって、親御さんがね、うん、時間がないからなんて言わないの。時間がないって言って親に聞いて、絶対に子供成長しない。例えば子供にね、うん、ドリンクはどれにしますかって時に、なんとかじゃ何がいいって聞くの、うん、好きなのどれがいいって、うん、それで誘導してあげるの、うん、困ってる時は、これはね、あのオレンジジュースだよ、これってはね、炭酸でね、シワシワっとするよとか、そうか、これは甘いよとか。そうすると子供たちは、うん、あ、甘いの飲みたいな、シュワシュワって喉が痛いから嫌だなとか。あ、そうかそうか。理由をつけて考える習慣つくのよ。だから優れてるなって思うのはね、うん、実はマクドナルド、そうなんだ、ハッピーセットって、うん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 、おもちゃ選べるじゃん、うん、でバーガール選べるじゃん、うん、サイドメニュー選べるじゃん、うん、あれは、うん、親の都合じゃないんだよね。子供たちに選ぶ機会を与えたいんだよ。そうだったんだ。そう、だから親御さんは、うん、あんたこのチーズバーガーにしなさい、オレンジジュースにしなさい、ダメ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 だね。そう、うん、喉にするって、うん、で聞くのね、うん、で自分はマクドナルドでバイトしてたことがあるんだけど、マネージャーやってた時あるんだけど、はいはいはい、ハッピーセット選ぶ時は子供たちにこうやって見せてダメに言うよ。そうなんだ。何のためのハッピーセット？子供たちのためでしょ。そうだよね。そう、子供たちがお客様なんだから、うん、どれにするって言ってね、これはね、うん、チーズ入ってるよとか、うん、これはね、鶏肉のね、うん、ナゲットだよとか、うん、で選ばせてあげる。そうすると子供たちって、うんうん、客として認められてるっていう優越感ってあるのよ。いいよね。はい、お客さんどうぞって。私も恥ずかしい話があって、うん、去年か今年あったんだけれど、お餅食べたところ、うん、うん、神社、うん、これにしたあの子供のお茶の、あ、美味しそうだなって思ったら、うんうん、どうだった？おじさん、おじいちゃんが、いや、そういうね、だから自分で言えるの大事なんだよ。で、あの、あっちが選んだじゃあね、もうそれもいいのよね。でね、そして選択をする力をつけることが子供たちの成長を良くするし、うん、将来の選択肢につながっていくんだよ。そうだよね。そう、だから子供に、ね、選ばせるのも大事だし、うん、それでおもちゃって子供たちが選べる楽しさがある、うん、で選べる楽しさがあるっていうことは視野が広がるってことだよ。そうだよね。で大人の世界でも同じね、うん、
頭が悪いからこの仕事しかできませんとか絶対言っちゃダメ。いろんな仕事があるんだよ、うんうんうん、だから選択肢はもうあんたはこれしかできないんだからなっていう風になってると大人でも嫌になるよね。嫌になるよね。選択肢はいっぱいある。だからその選択の中で正しくするために、うん、子供の時から選ぶ楽しさを教えてあげてほしいの。いいね。そうなんかね、うん、例えばその、はい、なんだろう、うん、習い事やるときでも親がやりなさいじゃなくて、うん、体験って大事だと思うの。そうだね。バレエでもいい、うんうんうん、吹奏楽でもいい、うん、ピアノでもいい、うん、乗馬でもいい、うん、それで子供たちが楽しそうにしてるのもあったらそこにやらせればいいし、うん、ピアノの稽古つまらそうだったら、うん、無理にやらせない方がいいよね。そうだね。でも最初のうちはね、いやでもね、うん、少しやらせてみて楽しくなることもあるんだよ。あ、そうだ。体験が大事。あ、だから体験の時に親御さんも一緒に見てね、うん、見守ってあげるのが大事。いろんな経験をさせてあげてほしい。いいね。経験と、うん、選択が人生を広げます。いいですね。はい、今日の寺田智則のためになる話、選択、人生の選択に強い人間になってください。はい、俺はね、選択するんだよ。はい、俺はな、肉を食べる。俺に決定権もないってよく言われる。ねえ、私はね、自分で決めないと気が済まない主義だな。子供の時からそうだったのよ。だから亭主のパンツの色まで私が決めるの。わかった？知らねえよ。でもよ、俺がよ、ルナのパンツを選ぼうとしたら編集者と間違えられた。俺は一人で虚しくカップ麺を食ってるんだ。あ、そう。俺なんかよ、選択の自由がなくてよ、就職お化け屋敷だけだった。はい、まあそんな感じでね、皆さん言いたいこと言ってました。川に洗濯行け。行ってきます。はぁどんぶらこっこ、どんぶらこ、桃でも持ってきたかな。どんぶらこっこ。あ？はい、ライオンラジオ第10回放送、いかがだったでしょうか。今日もね、皆さんにとって有益になるようなね、情報の提供をしてまいりましたが、皆さんの感想をぜひぜひお聞かせください。 DJI 寺田智則と寺田美智子です。はい、次回七夕の儀に予告をします。ライオンラジオラウンジボボコラボして七夕スペシャルをお送りしたいと思います。お楽しみに。わー、7月7日楽しみにしていてください。またお会いしましょう。